はい、四国88箇所巡り一番札所霊山寺です。なんか随分色っぽいお遍路さんだよね。うん、何かこう青い瞳のね、うん、あ、いろんなグッズと言うて間違いないのか、これ T シャツはないのか、お遍路 T シャツはないですか。まあいいや、とりあえず行こう中。あ、でお参りこっちでしょ。第一番霊場発進って書いてあるね。ここから発するんだね、きっとね。よくお参りくださいました。あ、やべやべ、いるよ。ここにもちょっと綺麗なお遍路さんがいるよ、ここに。さすが第一番だけあって結構人がいるね。手叩いていいかな。手を叩きたい気分なんだな。ああ、そういう構図ね。こうやって手合わせてるわけでしょ、うん、きっとね、うんうん、みんなおっかね、うん、やっぱ誰かがやりたりすると、うん、いやーすごいな。いや、すごいよ。なんかすごい、あ、歴史あるんっていう感じだよね。静かな感じかと思ってた。結構賑やかだよね。ね、うん、すごい。すごい。さすが第一番だけあって賑やかだね、うん、向こうも向こうじゃね、本堂は分かんないけど、だって本堂、大師堂、本堂、こっちじゃないの。うん、農協場向こうだね。え、お土産屋さんの中？うん。農協場ってあった。確か。うそ。書いてあった。そうやな。マネキンの置いてあった左側から。うん。どうも。まあ、とりあえず行くか、なんか。あ、うん、うん、ちょっと持っててもらえると。なんかすごい。
なんかすごい。はい、ありがとう。お、なんかすげえ。こんななんだ。すごい、ちょっとびっくり。はい、今日は無事向こうまで帰れますように。探し人ね、すごいね。いや、すごいな。こんなんとは思わんかった。ね、うん。あ、本当だ。我々は道中安全じゃないですか、これ。道中。いや、道中はあれか。大きいの？あ、じゃない、ちっちゃいの？ちっちゃいので大丈夫だよ。100円、はい。はい。ちょっと道中のそこでいいんじゃないの？ちょっと他の人のじゃないの？ちょっとつけるとこねえじゃん。そうなの？いや、もういいからいいよ、やるよじゃあ。はい、今日ね、無事ね、このろうそくが燃え尽きる前ぐらいには家に着きたいんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもこのろうそくどんぐらい持つんだろう。結構持つんじゃないの。どうなんだろうね。うん、まあ、ね、家に帰るまでね、無事でお頼み申す。いや、すごいな、うん、近所のお寺さんとはまるで違うな。綺麗、なんか。じゃあちょっと御朱印いただいていきましょうか。あ、はい、いいよ、持っといてあげるよ。はい、よいしょ、行こう。はい、じゃあ、はい、すいません。ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございます。はい、でっかいな。はい、お風呂様。大きいよね。うん、はい。この時大きいって言うの。あ、そう、あくまでご農協とかね、ご主人じゃなく、うん、勉強になります。これを集めて、うん、なんだっけ、貼るとなんか花びら見たくなるっていうのがこれなのかな。花びらみたいのになると、うん、形がこの毛糸になってさ、あー、へえ、行きますか。うん。大泉洋？そう映ってんの。あ、違う。うん。うん、いや、大丈夫だよ。やる？私が第一番両前寺いぞいや、大泉洋もこう来たわけですね、何回も。そうだね、何回もそうやって考えるとちょっと楽しいですね。大泉でございますってさすが第一番はすごいね、本当にね。ね、ね、ツアーで出たりもするんだね。そうなのかな。だってまあ旗持ってのガイドさんがいた。うん。ツアーでも回ってたり。へえ、いろんな回り方あるのかね。俺らには分かんないけど、うん。お土産屋ちょっと見てみる？あれ、うん、あっち回ったっけ、まあ？とりあえずそっちちょっと見てみようよ。あのおばちゃん、ずいぶん派手なお遍路着だな。なんかすげえおっしゃる。なんだろう、うん、斬新だな。あれも、あのファッションも来るかもしれないな。あー、はあ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 。
いや、マグネットだもん、だってそうでしょ、うん、同行2人遍路旅って。ちょっと欲しくなっちゃうな、これね。今、車旅に1枚どうぞって。どこに書いてある？あ、ほんとだ。ちょっと欲しくなるね、これね。でも、あれも書けたじゃん。うん、いや、まあ、28は28じゃん。これちょっと欲しくないですか？でも、なんでこの回るときにつけるの？回るときにつけるっていうか、もう向こう、うん、向こうからとりあえず1番2番は回りましたみたいな、まだ途中ですっていう。ちょっと欲しいよ。いや、ちょっと欲しいっていうか、俺かなり欲しいよ。あら、また綺麗なのあるじゃん。なんか厚みも、うん、でもこれはね、お寺さんのやつじゃないから。へえ。お遍路ファッションのここで猫揃えるんだろうね、きっとみんなね。うん、うん、俺あれかなり欲しいんですけど、あのマグネットかなり欲しいです。何色がいいかな。黒だからやっぱりこれじゃない？大泉洋ちゃん、温泉一番街名物、あばくった。やめとこやめとこな。今回 T シャツ買ったからいくつかやめときます。今回四国旅じゃないから。よし、じゃあ次行こう。うん、まあ、こんだけいっぱいいるから、うん、間に合わない時もあるんじゃない。やっぱあっちへどうぞみたいな。よし。いやー、大泉洋がここに何回も来たと思うとちょっとウケますな。大泉でございます。いやー、大泉洋が来たんだな、ここな。そうだよ、ここで撮ったんだよ、大泉くんが。うん、そうだよね、かなり結構度胸いるよね、ああいうことやのね。うん、第1番霊山寺、あのわけのわかんない動きで、場合によってはダッシュしてるじゃん。ああ、ダダダダダダーっつって。そうやって考えると結構勇気いるよね。さすがにあれだね、ちょっと透明のナンバーとかもいるよね。まあ残念ながら見渡す限り我々の方が遠いわけですけど。お土産袋に入れときゃいいじゃん。後ろにあるんじゃん。明
俺はもう基本的に落ちるから下だよ。裏打ったけどさ、見つからなかった。いや、下、下って上に乗せるとどうせ落ちるから。分かってるよ。はい、ということでね、霊山寺でした。はい。